はい、こんにちは。今日の腹筋メニューはこちら。1種目20秒でインターバル10秒の全5種目になってます。毎回メニュー違うんで、ぜひ日帰りでやって腹筋ね、しっかり割っていきましょう。まずは片足ずつ足を曲げていく種目からいくんで、頑張ってしっかり足を引きつけて、はい、次は仰向けに寝ていただいて、片側ずつつま先をタッチしていきましょう。できるだけ体を起こしてタッチ、で頭からつま先、はい、次プランク系いきましょう。プランク、体幹全体鍛えられるのと、しっかりお腹を伸ばせる種目なんで、ストレッチさせたとこから縮める。はい、次はロシアンツイスト系いきましょう。ツイストね、ひねると腹斜筋、横っ腹しっかり鍛えられますから、足高く上げて体を起こしたままひねりましょう。猫背にしててください。いよいよラストなんで、最後はレッグレイズ系、足上げ系、下腹を鍛えてきますけど、じゃあ片上がりずつテンポ早くいきましょう。お腹に力入れたまま、はい、お疲れ様でした。今日の5種目いかがだったでしょうか。僕もだいぶきついんで、皆さんもきっとね、きつかったんじゃないでしょうか。お疲れ様です。またね、一緒に腹筋やりましょう。腹筋継続していくと、必ずね、腹筋の水が深くなって、腹筋割れるの近くなりますから、ぜひね、ボコボコの腹筋にしてください。今日みたいな動画がいいねと思ったら、高評価お願いいたします。あとチャンネル登録とコメントもね、ぜひ書いてくださいね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。1、体揺らして、そう、きつそうにして、いかつ、2、1、やべ。